聞いたら損する。ボクシングのスタイルっていくつあるんですか？インファイターとアウトファイター？もう大まかに分けて3つなんですよ。ほう。インファイターとアウトボクサー、はいはい、これはもう多分みんな知ってるやつですよね。初めの一歩、初めの一歩で言うと、はい、一歩がインファイターで、マシバがアウトボクサーみたいな話なんですよ。もう一つあって、あ、出てこなくなっちゃった。ボクサーファイター、ボクサーファイター、ボクサーファイター、うん、中間距離なんですよね。うん、っていうのが多くて、はいはい、まあ何で決まるんだっていうところって、うん、結構難しくて、その人の気性、気性、気性、まあなんていうか、ブンブン前に、そうそう、はい、内気になるタイプなのか、その冷静なタイプなのかとか、でもそれも一つですよ、はいはい、一つだったり、まあ言ったらさっきのパンチあるないみたいなのもあるんですけど、でもなんかね、身につけさせられるんじゃなくて、はい、結構自分でそうなってしまうみたいな。で、長所を伸ばしていったら結局そうなる。例えば足があるっていうのを伸ばしていったらアウトボクサーになるとか。じゃあこう誰かを見るとあの人はアウトボクサータイプだなみたいな。あ、わかります、わかります。わかるんですか？わかります、わかります。で、面白いのは、なんかマシバみたいな人って、はいはい、みんなアウトボクサーじゃねって思うじゃないですか。はいはい。でもね、本当ボクシングの試合いっぱい見てると、はい、あんなに腕長いのにインファイトなのみたいな人もいるんですか？人も出てくる。それはもう気持ちとスタイルが一致してない。そう、一致してない。でもそうはね、身体がたまたま手が長かったっていう。そうそうそう、シジマールがフォワードやってるみたいな感じですかもしれないね。それの一つでリーチっていうのがあるんだけど、はいはい、リーチってどれで長さで決める切るか知ってます？こうじゃないですか。両手を伸ばした、両手をこう左右に伸ばして、で、その拳から拳までの距離なんですよね。グーなんですか？パーじゃだ、まあ、グーじゃないですか。グーじゃない握り拳、ちょっと弱めに弱めに握り伸ばすせこいで、甘握りって甘握り、甘握りで1センチぐらいの場合、それ別に実践で役に立たない。リーチがあるやつに思わせる。いやでもまあそういうのもプロフィールね。で、リーチが長い方が有利なのかっていうと、でもね、これは面白くて、本当見てると、やっぱね、リーチが長いのに、はい、パンチの届く距離が短い人もいたりするんですよね。それで体の使い方にもよるんで。あ、そう、なるほど。だからね、一概に言えないから、スタイルっていろんなのが生まれて、まあ大体その3つに分類されますよ。へ、うん、ちなみに質問いいですか、うん、世界チャンピオンは何系が多いですか、その中で。日本で結構鍵っていうと、日本はね、ボクサーファイターがめちゃ多いんですよね。あ、中間距離で戦う人が。で、そのストレートがしっかり打てる人で、中間距離で戦うっていうスタイルが結構多いような気がする。まあ具志堅用高なんかまさにそうだし。あ、そうなんですか。うん、なんかイメージ、インファイターはね、何イメージ？インファイターは、浜田さんってわかる？浜田剛。あ、わかりますよ。ろくでなしブルースに出てきた。うん、いいよそれで。モデルの人なんですね。帝拳にいたすごい強打者で、自分のパンチ力でも骨が折れちゃうみたいな感じの。で、何度も故障してる人なんですけど、1ラウンドワンパンチというか、もう一瞬で詰めて1ラウンドでチャンピオンを倒して、世界チャンピオンになっちゃった人がいるんですけど、うん、なんか守るじゃないですか、ガードするじゃないですか、はいはい、ガードの上から殴って もう手が痛いみたいなので負けるとかないんですか？ちょっと待って、どういうこと？こうガードしてるでしょ。ガードしてる。俺が殴るよね。殴る。でその時どっちが痛いの？こっちが。僕が痛い。ガードしてる側がこう、なんだろう、じわじわと、ね、手に効いてきたぜみたいな。一歩であるよね。ないわ。手が上がんねえみたいな。多分あんまりない。キックボクシングとかだったら、これも面白いんですけど、
結構あって、ミドルキックってガードさせて、うん、肘を潰すっていうことをやったりするんですよ、相手の。あ、なるほど、やったりする、うんうんうん、やっぱ蹴りは強いんで、うん、パンチはあんまり効いたことがない、ね、でも蹴って肘を潰すつもりが自分の足の甲が壊れたとか、あ、まあ、なんか素人からしたらここで蹴るの超痛そうですけどね、うん、本当に。でも鍛えてる人はもう多分そんなもんじゃないんでしょうね、多分ね、だからバットとか折っちゃうわけですからね、これで。あ、普通に。確かにね、うん、パッキャオとかは何ファイターなんですか。パッキャオはボクサーファイターに近いような気がするな。ボクサーファイター中間ですね、やっぱそういうのが多いですね。パッキャオは日本人じゃないですけど、うん、インファイターで本当は一歩みたいなので世界チャンピオンで超有名な人で言ったら、もうめちゃめちゃ有名なチャベス。チャベス。チャベスもメキシコの英雄っていう人で、80戦なんかもう無敗ぐらいまで行ってたんだっけ、はみたいな。でもすごいおっさんですよ。顔を見るとただのおっさんみたいな顔するんですけど、でも、うん、結構すり足でギュッギュッギュッていくようなスタイルなんですけど。あと、まあ、マイク・タイソンですよね。あ、マイク・タイソンですね。そうですね、マイク・タイソンは確かにインファイター、ね、超インファイターって感じですね。超インファイターです、ね、マイク・タイソンとかっていわゆるヘビー級でガタイのある人っていわゆるリーチも長くなるじゃないですか。うん、それなのでインファイター行くんですか。あー、ね、相手も同じぐらいだからあんまり割合関係ないのかな。めっちゃ近づけて打ったら実はあんまり痛くないみたいな、うん、いや、ならないですか。そう、インファイターが、いいのはあの中に入ってしまうと相手のパンチが効力が減るのよね。だからあの言ったら自分の土俵でパンチ強いパンチを当てれるようになるから、うんうん、ガゼルパンチだ、ガゼルパンチ言ったらね言ったらねそうそうそう、だからヘビー級とかでもやっぱでかいしリーチあるしっていう人がいるけど、でもあのマイク・タイソンはあの距離を詰めるダッシュ力で、うん、まあ、一歩と同じなんだけどさ、あともうディフェンスがめっちゃうまいのよね。あ常にウィービングしてる。モハメド・アリとかはアウトボクサー。アウトボクサーですね。そうですね。それ、うん、あ、これってリスクマネジメントも入ってるんですか、このスタイルって。いわゆるインファイターって今さっき言った避ける技術がないとやっぱり厳しいんですか。ああ、でもそれはそうだよね。あの、相手の懐に入らないといけないからどう入るかっていうのがやっぱり肝になってきて、うん、あ、で そこに適性が入ってくるってところですよね、うん、でももう一つこれも面白いのが自分で面白いって言っちゃうのはどうかと思うんだけど、僕はボクシングにハマり始めたきっかけがセレス小林っていう選手なんだけど、日本人ね、はい、もうね、なんかね足開いて、ムエタイみたいじゃないですか、両手上げて、言ったらね、そのガードが高めで、うん、で、なんかね、すり足でこうススススっていくような感じで全然スピードないように見えるんだけど、うん、なんかね、距離の詰め方がめちゃうまいというかね、そのフェイントかけてとかで、あの相手の進行方向を読んでこう打っていってるとかっていうので、なんか、世界チャンピオン、世界に1回初めて挑戦した時にフィリピンのチャンピオンだったんですよ、うん、で、その人はもう言ったらスピードがあってパンチもあるみたいな、でアマチュア上がりのエリートでみたいなことをやって、うん、1ラウンド見るとね勝てる気がしない、そのセレスが、うわ、もうこれダメだみたいな、なんだけどあのこうススススってこうよくわかんないけどいつの間にか近づいてるみたいなので、ボディーを、ボディー打ちがうまかったんですけど、それでどんどん追い詰めて相手どんどん途中からもうふにゃふにゃになっちゃうんで、試合でちょっと聞いてて違和感感じたんですけど、うん、構えはカマキリみたいな構えでボディいくんですか。そう、でもこれでしかもモーションでかいのないの、そう、なんかパンパンみたいな、なんか一歩とかだとこうピッと入ってボーンみたいな、うんうんうん、全然そんなんじゃないんだけど、ね、そんなんでも世界で戦えちゃって、昔のボクサーと今のボクサーは今のボクサーの方が進化してるんですか。今のボクサーが強い。あ、でも間違いなく多分日本のボクサー全体進化してるでしょうね。やっぱりトレーニング方法とか変わってるんだと思いますよ。なんか陸上の話で、うん、あの世界記録とかどんどん更新されてるじゃないですか、はいはいはい、これは 人間の筋肉量から見ると、正しくない
靴の進化とか、そのフィールドの進化によってタイムが上がってるっていうのがあるんですよ。で筋肉量とかでもう一回なんか当時の人とそこでシミュレーションすると 0. 何秒ぐらいしか速くなってないっていう話 で、昔の人はもう滑りやすい靴とか砂利道とかでレースとかをしてるわけですよ。で今はもうすごいそういう科学的なフィールドでやってるから速くなると、はいはい、ボクサーもそういうのあるのかなと。いやでもそれ間違いなくあると思いますよ、ね、本当昭和の時代だと、まあ、あの日本のボクシングジムって本当はタイのダンベのジムじゃないですけど、はい、あそこまで汚くないけど、本当ボクシング好きな人が街でこうね、あの開いて、でそこで教える人って、まあ、経験者かみたいな感じなんですよね。その教えるプロってほとんどいないわけなんです。鴨川会長みたいに喧嘩検討からえそういう人も間違いなくいると思います。やっぱ経験者が多いと思うんですけどね。でも経験者だからってやっぱり教えるプロとは違うじゃないですか。です、ね、で今は多分そこがそう分けられてんだ。ちゃんとトレーナーが、そのトレーナーという職業をやってる、その分集中できるところがあるから、今の人たちの方がもしかしたらセンスという意味では進化してるかもしれない。進化してると思います。筋肉量とかじゃなくて、うん、あとまあ情報のやっぱり入りも全然違うんで、昔は本当筋トレ絶対しちゃダメみたいな、スピードが落ちるからっていうのもすごい言われてますね。今はもう盛り合ってますね。そうそう、ハリウッドじゃないわ、向こうのねラスベガスの方で戦うボクサーで、ね、やらない人なんか多分ほとんどいないと思うんで、体力を上げるためとか体重を上げるためとかで、宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる。牛角宜野湾店好評営業中。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。聞いたら損する。何なんですか様子見るっていうの。でもまあこれ言ったらあれですよね、相手の距離、もうボクシングって距離の戦いなんで、相手の距離をどうやって測るかっていうのに、多分1ラウンド目は結構費やすんだと思います、自分のジャブが届いて、相手のジャブが届かない距離を見極めるというか、位置だったり距離だったりっていうのを見極めるために、お互いこう探り探りこう手を出すっていうのをやってるんだと思いますよ。でもその時に力量もある程度分かるってことですよね。ああそうそうそう、あそれでこいつ目みたいな、でこいつやべえってなる瞬間が来るわけですか。そう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 。でその時にどうやってそのやべえって思った人はこのまま負けていくのか、どうやってこう心構えとして戦っていくのかっていうのが僕は気になったんですよね。はい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 。あれよね、そうやって1ラウンド戦ってみて、うわ相手の方がめちゃ強えじゃんみたいな感じをみたいな、
だからここはもう別に俺がやってるわけじゃないからあれだけど、あの、まあ、俺がめっちゃ好きなボクサーで、うん、イーグルデン・デュランパンっていうのもう一回言ってください。いるんだけど、イーグルデン・デュランパン、イーグルデン・デュランパンだったと思います、ね、はい。なんでそれ覚えてるんですか。もともとはあの輸入ボクサーなんですよ。あの何人なんですか。タイ人です。タイ人、タイ人で、で、あの日本に来て共和っていう、なんか例えば建物会社かなんかのスポンサーがついて、イーグル共和っていう名前でやってたんですよね。確かの有名な門エビ宝石ジム、聞いたことあると思います、はい、そこでやってたんですけど、うん、まあ、あの世界チャンピオンになってるんですよね、この選手。階級は結構その小さい方なんですね、うん、ミニマム級かその一つ上ぐらいだったんですけど、うん、でこの選手がその言ったあの名言があって、これもう僕すごい好きなんですけど、ある強い選手と戦ったんですよね、うん、南米系の選手でもう無敗で来てて、でも言ったらその当時、パウンド4パウンドでもその階級低いけど上位に入るような選手も来て、でそのイーグルとやった、これ名前忘れちゃった俺。まあその人が前評判的にも圧倒的に強いという、うん、いや、拮抗してるのともうイーグルも相当強いんですよ。でさっきの話でいくと、イーグルはどっちかっていうと中間距離より少し長い、アウトボクサー寄りの戦い方するんですよね。だ綺麗なボクシング、はいはい、でもパンチもあるし足もあるしみたいな。でもう一人の方はどっちかというとインファイター寄りの戦いをして、はい、パンチがめちゃめちゃ強いんですよ、もう投げ倒すみたいな感じの人なんですけど、で、まあ、判定までもつれ込んで負けちゃったんですよね。でなんかその後のインタビューでそのイーグルが言ってたのが、そのまあこれインタビュアーに聞かれたのかもしれないですけど、はい、その1ラウンドやって、でまあ相手の方が強いって、うん、分かった思ったと、はい、であのイーグルはでも本当の戦いは相手の方が強いって思った瞬間から始まるんですって言ってたんですよ。おー、かっこいい。これがね、痺れてもおー、そうなんだって思って。なるほど、うん、逃げようとか思わなくて、そうじゃなくて、そっから戦いが始まる、うん、もうパンチが強い、スピードが速いなんていうのは当たり前の話で、うん、そんな人多分いくらでもいるんですよね。うん、でそこからどう戦うかが自分の本領、本領弱気、うん、すごいですねっていう話です、ね、本質的な話だ、うんうん、結構これはもう僕の心の中にいつもあります。仕事でいつもあります。ちょっと思い出す。これはこの商談は相手の方が手強いと思った時から戦い始まる。まだまだと。まだまだ。そうですね。自分で勝てる要素をそこからまた新しく戦略として作っていくってことですよね。そうだね。2ラウンド目以降から。そうそうそう。それはイーグルデン・デュランパンはそう言うけど、うん、他の人一般的にはどうなんですかね。ダメかもしれないですよね。まあでもさっきの、何でしたっけ、セレス小林もなんかそんな感じなんですよね。そのトータルスペックでは多分あれ勝てないんじゃないのって思うんですけど、うんうんうん、戦略と技術で相手を追い詰めて倒すっていう、そこがかっこよかったな。戦略と技術で、これあの、うん、リングサイドがいるじゃないですか、コーチとかトレーナーとか、はいはいはい、この人たちが言うんですか。どうなんでしょう、言ってますけどね、なんか講師の方とか、なんか言ってますよね、うんうん、その時って本人はもう考えられない、指示待ち人間です、僕指示ください、僕考えられませんってなってないんですか。相手強いからもう無理です、僕はちょっとね、そこは分かんない。やったことないから分かんない。うん、でももうなんかやっぱり世界レベルまで行くと、うんうん、まあ、相手もデータがあるわけじゃないですか、はいはいはい、試合が。だからそういう選手とやるんだったらこう攻めるとか、こういうウィークポイントついていくっていうのを何回も練習してるんで、それさらにこういう、なんだろう、こういう攻め方をすると相手は読んでくるだろうから、はいはい、俺たちはさらにそこを上回ってこう読もうみたいな、もうやってるでしょうね、間違いなくやってると思います。それを外して戦おうとか、面白いんでね。戦略ってどんな戦略があるんですか。戦略殴れる時は殴り、殴らない時は殴らない。あ
いやまあ、あれなんですけどね、あのどんだけ戦略があってもバケモンみたいに身体能力高いやつには勝てないんですけどね。足を使えって言うじゃないですか、はいはい、逆にもう使うな使うな、もうそこで踏ん張りなさいっていう戦略もあるんですか。そんなこと聞かれても嫌いだよ。蝶のように舞い蜂のように刺すの前の時代は足を使わなかったんですか。それでいうとアリの例でいうと、はい、アリはどっちかっていうと後半足使えなくなったんですよ。あ、そうなんですか、うん、あの徴兵をあれ拒否して、うん、それ以降、試合が、はい、あの出れなくなってってやってて、はい、であのキャリア序盤はもうまさにその、はい、蜂のように舞い蝶のように舞い蜂のように刺すって言われてたんですよ。だから足がもう今までのボクシあのヘビー級ボクシングの歴史の中では突出した足を持ってて、うん、でそれで勝ちを積み上げてた、うん、後半はその足がなくなってたんですよね。で、あのフォアマンとやった金シャさんの奇跡ってあるじゃないですか、はいはいはい、あれは、そのまさにそれなんですよ。あの足を使うなっていうあのやる作 戦, の作戦でリングに、はい、あのロープに詰まったように見せかけて、はいはいはい、ガード固めて見た、そうそう、はいはい、で殴らせて殴らせて、はい、相手のスタミナを消耗させて、はい、であの後半攻めると。でフォアマンっていうのはそれまでもうパンチがありすぎてもう大体短いラウンドで全部倒してるんですよね。あ、だそれを見越した上で後半勝負だっていうので、なるほど、もう前半で我慢しろと。そうそうそう、足も使わない、まあ、使えないのもあったんでしょうけど、それをこうなんだろう、コーチとかに前半我慢だって言われた時に、うん、いやとこんなのが向かってくるボンボンやるのに殴られるの俺ですからねって絶対なりますね。なるそれをやりきったのがすごいですね。すごい、信じるってすげえな。すごいですね、確かに、うん、だからトレーナーとボクサーの関係って本当すごい信頼関係がないとできないんじゃないかなと思います。できないですよね。できない。今までこう短いラウンドでこう対戦相手をなぎ倒した練習に我慢だってね、バインバインなの。本当ね、これこんななるんで、そうそう、こうなってるから見て、ロープに詰められて、ね、まあ、それも作戦だったらしいですけどね、そのロープの弾力で、ああのダメージを受けますね。そんな絶対ゾウみたいな選手が、ね、ジョージ・フォアマン好きなんですよ、はいはいはい、ジョージ・フォアマンのなんで好きかって NHK の特集、昔小学校だか中学校の時見た時に、うん、そのジョージ・フォアマンがその、モハメド・アリに負けるその試合の前まで、うん、ジョージ・フォアマンはすごい結構ヒールな感じですよね。あのビッグマウスみたいな感じ で、その試合でこうなんか悪魔のような男だっていう報道されたのか、自分でそう思ってたのか、こうすごいやっぱ好戦的な態度でいたんですよ、うんうん、で負けましたと、うん、で負けてロッカールームに行った時に神に出会ったんですよ、ジョージ・フォアマンは。でそれでもう引退して俺は牧師になろうっつって、うんうんうん、牧師になるのかね。でもう世間はどうしたんだみたいな感じになるけど、うん、もう本人はもう牧師になりますと、もう頭いかれたねと、うん、でそっから金がなくなって、うん、その教会を維持するの金がなくなって、うん、40何歳とかですよね、うんうんうん、もう一回ボクシングやろうっつって世界チャンピオンになったの、そう40何歳で、うん、そこからお金が必要だからっていうことで、今まではなんか地位と名誉とかなんだろう、うん、若気のこう、うん、なんかモチベーションでチャンピオンになったのに1回、うん、でも今度は子供たちのためにとか地域の人たちの信じる人たちのためにお金が必要だからってもう1回チャンピオンなのね、うん、でまあもう引退してもうね、あのいい年になってここに NHK がインタビューしに行って、うん、でそこで何のために戦ったんですかって言ったら、もうマネーっていうズバッと言ってる。へー、あ、そうなんですね。もう言ってるんですよ、 MONEY マネーですって言って、でお金のために戦ってお金稼ぎたかったんだ。それってでも本当はあれじゃないですか、その地域の子供のためというか、その教会を維持するためとは言わないんですね。言わないですね。あ、まあ、もちろんそのためにお金が必要だけど、うん、そのお金が欲しい、お金を取りに行くっていうまっすぐな気持ちで向かったんだという話なんですよ。なるほど、ブレてない、ブレてないんですね。すげえなこの人と思って、うん、なんかすごい感動的な話だったんですよね。もう周りの評価とかももう耳に入ってないんですね。もう全然関係ない、自分がやりたいことのために。そう、うん、ジョージ・フォアマンまだ生きてますか
ね。あれどうなんだろう。アリは死にましたけどね、うん、ジョージ・フォアマンなんか病気になってましたよね、アリみたいな感じ。あ、本当ですか、うん、似たような病気になってたような気がします。短命ですね、うん、まあ、やっぱ打たれてますからね、うん、脳挫傷ですよね、うん、まあまあまあ、ぜひね、ちょっと見てみますと、金社さん、金社さんの奇跡、うん、いや強い相手に出会ったら戦いはこれからだ、うん、なんかあの連載終了みたいな作者の次の連載に期待してください。いや、そうなる前なんですよ。そうなる前なんです。戦いはこれからだ。